5度の手術を乗り越え、小橋がノアのリングで初めてベルトに挑戦する。その小橋は前哨戦でチャンピオン秋山を倒すために考案した新技ダイヤモンドヘッドを披露。秋山の目の前でジュニア王者金丸を失神させてみせた。対する秋山もこのタイトルマッチで新技スターネスダストの公開を宣言したが、果たして GHC タッグ選手権でついに秋山と小橋がベルトをかけ激突する。どうやら赤コーナーは秋山、さあ青コーナーどうする、視野が下がるのか。小橋が身打ちした。小橋先発です。小橋対秋山、さあ秋山と小橋で軍を聞きました。あーしかしまずエプロンサイドの滋賀を牽制しました。小橋は欠場を明け、復帰してから初めてのタイトル戦、ようやく GSC のタイトル戦線に駆け上がってまいりました。さあ王者秋山に挑戦。小橋ファーストコンタクト、まず秋山のエルボー、逆水平はかわしました。放送の解説は高山義弘選手です。高山さん、はい、この試合の鍵は何になりそうですか。鍵もクソもないよあいつ、はい、なんで先発買って出ないの。もうこれで終わりだよ。一歩二歩前に出るシーンはありましたが、結局先発は小橋でしたね。結局出ないじゃん、はい、で挙句の果てには潔白られても何にもしない、うん、あいつのああいうところが秋山純が言われてるさ一番の原因なんじゃない。うーん、試合前からこの秋山から足替えの挑発というのがあったんですが、先発はこの秋山と小橋であります。ショルダーでぶち当たった小橋、逆水平かわした秋山。まずは秋山と小橋の攻防、先発の両雄であります。再び組んだ。さあ力と力の勝負です。ようやく 100% の力でぶち当てる、当たっていける相手が復帰してきた、そう語っていた秋山純。さあそのお互いの力比べだ。胸があった、押し込んでいく秋山、膝に体重がかかっている小橋。ようやく迎えた GSC のタイトルマッチ、膝を当てた、投げていく秋山、こらえています、小橋がこらえています、絞っていく。あーその状態から秋山を持ち上げていこうという小橋の怪力、投げていった、逆水平、距離ができました。高山さん、はい、秋山選手がようやく 100% でぶち当たっていける相手が帰ってきたと言っていたんですが、うん、今の段階でこの小橋の復調具合、復帰具合いかがですか。いやーまあ俺もこの間ねタッグでやって、はい、かなりいいと思ったけど、はい、うん、まあ 100% って言ってもおかしくはないんだけど、うん、じゃあ俺には何パーセントでやったのかなとか思っちゃった。なるほど。さあここで地元2回戦、死神斉藤明俊であります。まずは政権好きから、高校時代から過ごしているこの名古屋、2年前ノアマットに上がった時はテスト参戦という扱いでした。2年かかってノアの頂点、 GSC のタッグのチャンピオンとなって戻ってきた斉藤、逆水平チョップの応酬だ。あ斉藤もひるまない、小橋も打っていく、さあここは小橋にも回る、思わずテイクダウン、小橋が頭を掴んで、さあこの試合初めて滋賀健太郎です。有識者の話では鍵を握ると言われているこの滋賀健太郎、顔面を蹴っていく。昨日の公開調印式では強い方を秋山純から取りたいと宣言しまして、この斉藤の怒りを買いました。斉藤曰く死神の制裁を下します、そんな不気味な予言がありました。逆エルボーを刺した、秋山はかわしています。この辺りをついてますね秋山は、うん、もうやることが分かっちゃってんだよね、うん、彼は。そうなった上でこの滋賀健太郎、この試合では何が課題になりますか。この後どうだろうね。いやもうさ、さっきも言ったけどさ、最初から突っかかるっていうのはないじゃない、いつまでもいい子ちゃんいい子ちゃんでやってるからなんて、うんうん、それが一コマ抜けるかどうか、それが課題になりそうです。さあコーナーに押し込まれてハンマーが落とされた、ここからどうするか。
先発で出ることはできなかった。その後この試合の中でどうアピールしていくか、勝負につなげるか。ロープに飛んで加速した、ランニングのエルボーです。 10.8 岩手大会、本田井上組を自らの滋賀締めで破りまして、この GHC のタッグの挑戦権を手にしました。滋賀健太郎、村井手のキック、ミドルキック、さあもう一度のけぞった、地元に凱旋、死神のミドルキック炸裂。さあ立てるか滋賀健太郎。5分が経過しました。第5代 GAC タッグ王者スターネスの初防衛戦。さあ組み合って、さあどうする、秋山に対してどうする、喉を押し込んでいく秋山。あれはさ、はい、滋賀がやらなくちゃいけないことなんだよ。ほら完全にその秋山のペースといいますか、初めてのタイトル戦です。初めてのタイトル戦というのはつまりピンチというよりも大チャンスなわけですよね。そう大チャンスっていうかね、滋賀ほどチャンスに恵まれてるやつはいないんだよ。小橋とのタッグです。さあ張っていく、あー一歩前に出た、さあ張り手が進んだ。秋山から滋賀への強烈なメッセージ、滋賀はそれに応えることができるか。ふらついたか、歯を食いしばる。かつてスターネスに所属していたこともある滋賀健太郎。さあ左右の連打、張った、テイクダウン滋賀健太郎。まだ意識はあるようです。薄れゆく意識の中で、今度は場外線花道に滋賀健太郎を投げ飛ばしました。背後から来ました、防戦一方。この方向は危ない、滋賀が捉えることができるか。花道で、あーっと花道から鉄柵にギロチン状態、秋山。その秋山のもとに小橋が行きました。そしてリングの中は滋賀と斉藤。さあ秋山が小橋を鉄柵攻撃です。あーダメ、ハキック、まともに当たった、滋賀が飛ぶ。放送席前、まず推進打を見せました。場外での鉄柵へのギロチン、そして滋賀が飛びました。場内愛知県体育館滋賀コール、エプロンに颯爽と上がって、エプロンからディリティフロムエプロン2鉄柵、再びギロチン状態。今のはいいよね、こういうさ、こういうことをや、もっとやらなくちゃダメなんだよね。それを継続することがこの後できるかどうか。またエプロンサイドだ、2連発でいくのか。本部席に向かった、ベルトが置かれた本部席へ、ベルトに向けての DDT。 さあそしてなおも容赦なく秋山に対して攻撃を加えていく。小橋が斉藤を放り投げました。小橋も来ています。これ継続できるかどうかですね。そう、せっかくね、ああいう大きい、いい動きをした後、細かい動きが全然効果的じゃないんだよ。彼はカバーした、これはロープが近かった。場外戦でいい動きを見せました。課題はこれからです。初めての GAC のタイトル戦、小橋とのタッグという恵まれた環境の中でチャンスを手にしました。それを結果につなげることができるか。さあ小橋を入れ込んだ、連携です、秋山が倒れた。それを見た小橋がすかさずカバー、タイトル移動か。斉藤カット、地元名古屋ではありますがブーイングを浴びている斉藤。今秋山膝から行きましたね、かなり効いてるね。だからね、さっきの場外の2連発の後に、滋賀が攻め込んでればチャンスだったの。それでね、ダラ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 、ね、軽いストンピングなんかやってるからダメなんだよ。さあその膝から崩れ落ちた秋山に対して小橋が自らの復活、タイトル戦への参戦を示す。耐久時間の長いベンバスター、蹴り上げました秋山純。効果的な技、場外戦を見せた滋賀から試合の権利移っています小橋です。
さあコブラの状態万力で締め上げていきます。顔面締めを加えていく小橋健太。思えばこの GHC のタッグタイトルは小橋が欠場している時に創設されたものでした。悔しい時期を過ごしました。斉藤のカットです。その悔しさの中で考案したのがこのダイヤモンドヘッドになりました。10分が経過しています。斉藤がリングの外、さあどうする、さあどうする、新健太郎膝を落としていく。首に絞っているということですか。まあ絞ってんのかね、偶然やってんのか知らないけど、はい、もっと大きくやらないとね。ロープに飛んでギロチンドロップ、秋山をカバー、それを秋山はワンで返しました。口の中を切っています。新健太郎首を持って秋山から取る、秋山の首を取る、そう試合前宣言していた志賀健太郎です。バーボムの体勢十分にこらえています。秋山を腕を回したハンマーを落としてスクールボーイ、腕を取った、裏十字だ、裏十字決まっている。そして脇固め、顔面締めも加えていく。これは苦しい、これは苦しい、完全に決まっている。さあどうだ、長トロックの体勢、リングの中央、顔面締め、志賀の体が反っている、反っている、顔面締め、目の当たり、目の当たり、握り拳が食い込んでいく。ギブアップを割り切った。決まり方どうですか。どう、まあ、顔がこっち向いてるからね。小橋はカットに入りません。意識が遠のいていきます。志賀健太郎自ら掴んだチャンス、初めての GHC タイトル戦、小橋カット、小橋のカットに救われました。いや今のかなりダメージが残っているようです。立てません、うん、今のはかなりきついと思う、立てるか。斉藤が抑えた、羽がいじめ状態で顔面へ、大ブーイングの愛知、小艇だとナックルカートではないとレフリー西永にアピールしました。秋山純踏みつけているのは斉藤です。しかし厳しいですね。ちょっとね、もっと頑張ってくんないとね。さあエルボーだ、まあ、この小橋のパートナーというものをつかむためには本当に他の選手も狙っているわけですからね、うん、米選手はその代表でした、うん、膝の怪我で米はそれを実現することはできませんでした。志賀はそのチャンスをつかんだんです。志賀だからここでさ、彼がさすごいもん見せないと、はい、ただ人がいなかったからお前がパートナーになっただけってなっちゃうわけよ。ラリアットカーシトシが加速した、ラリアットスピードに乗った、体重を乗せたラリアット、そして手を伸ばす、手を伸ばした、志賀から小橋へ、欠場を乗り越えた、5度の手術、2度の欠場を乗り越え、ようやく GHC のタイトルマッチに上り詰めた。秋山に対してマシンガンチョップ、エルボー、チョップとエルボー、汗がミストになって飛んでいる、ローリング受け下げりチョップ、20分経過、ローリング受け下げりの3連発、まだ行く、小橋が取るか。2日前の広島大会では前哨戦、秋山金丸君と対戦しました。そして金丸に対してダイヤモンドヘッド、新技を披露していきました。バックの取り合いか、 DDT、 秋山の首が刺さりました。パワーボムだ、かかとに封じた、ブロックしている、手下げにロープ呼んだ、スイープの体勢、バックドロップ返している、あーフロントネックロック、志賀はカットに、あー志賀がグロッキー、志賀がグロッキー、小橋が捕まった、フロントネックロック、フロントネックロック、勝った、危ないところでした。その一つ前の小橋と秋山の攻防見事でしたね。うん、すごかったね。そして先に立ったのが秋山、小橋に向けてチャッピングに連携だ、前蹴り、あー回し蹴り、そしてエクスプロイダー、連続技を食らった小橋、復帰して初めてのタイトル戦、
ようやくベルトをかけた戦いに到達しました。復帰戦はあの後楽園ホールの第一試合でした。第一試合からタイトル戦まで一歩一歩確実に階段を上った。しかし秋山のラリアップかわした。ハーフネルソン投げっぱなし、ノーテンからいったね。行きました。そういえばあの 9.5 キャプテンフォールイルミネーションマッチ、小橋は秋山の屈辱的なラリアットで沈みました。そのラリアットを今出そうとした秋山ですが、かわしてハーフネルソン。さあ大小橋コールとなってきた。タイトル移動なるか。小橋も鬼になった。腕を掴んで頭を掴んだ。手下げには両方の手下げにチョップ。首めがけてベルトめがけて手下げにチョップ。ハーフネルソン、これも厳しい。ハーフネルソンからカバー。今の角度どうですか。かなり危ないよね。首曲がってましたね、うん、あと肩もちょっと危ないんだよな。あれ場外戦では柴田斉藤、さあ小橋と秋山、失礼、秋山と小橋で決めるのか。チャレンジャー秋山に挑戦している小橋、拳を握ったぞ。火を吹くか。エルボーが早かった。ラリアットかわしていくつもりだ。エルボーラリアット今は不十分だね。鋭いラリアット、斉藤カット。まずはラリアット、膝のあたりを押さえている秋山。ああ志賀が、志賀がいい動きを見せている。斉藤もリングの下。さあそして試合を決めるか。タイトル移動なるか。ローリング手先にチョップ、2連発肩口にヒット。さあそしてまだれ式だ。まだれ式で持ってくる。これはあの技だ。バーニングハンマーです。裏剣だ。ローリング手先に、ああスッです。今度は小橋にヒット。高山さん、あの伝説の技が出るところでした ね、 ねえ、もうちょいだったね。バーニングハンマー、そこにカットに入った斉藤だった。しかしその斉藤のスイクルレスを食らって小橋動けません。秋山も動けません。となると試合を決めるのは小橋が見たその先に志賀の手があった。さあ志賀か、志賀が決めるか。ラリアット、スパペットだ。あーすごい角度、追い込みました。金星なるか。27歳志賀健太郎、頭を持った。うわ、そして張り手だ。顔面、秋山を蹴った。あっエクスプロイダー、秋山にエクスプロイダー。さあ早めダメだよ、今背中から落ちてるもん。角度が危なかったですか。しかし秋山に対して起きて破りのエクスプロイダー、これはもう秋山にとっては屈辱的。さあ立ち上がってくるぞ。違う、こういう時の攻めがダメなんだよ。これですか。この後全然ダメじゃん、あのキックなんか。あんな痛くないよ。これですね、うん、あーしかしエネルギー充填、遺恨を全て離す。あーワンジー、マンジーがダメ。そしてあと足を取った。さあ志賀締めだ、志賀締めだ。決定戦でこの志賀は自らの志賀締めで挑戦権を手にしました。あースリーパー、スリーパーに捉えている。今だ、いけるか。斉藤が動けない。裏返った、秋山の首を取るか。どうだどうだ。 STF の状態でスリーパーが入っている。秋山から取るか。金星なるか、タイトル奪取なるか。落ちるかどうか。落ちたかもしれない。カバーした。おお、志賀締めを返しました秋山純。決めるか、決めるポーズを見せた。あと一つ、あと一つ。王者秋山を追い込みました。コーナーです。なだれ式、スイング式のリミティ、秋山にも力が入る。斉藤も小橋もいない。二人で決めるのか。なだれ式垂直落下、秋山は見事に返しました。逆にカバーよく返しています。そしてフロントネックロック、フロントネックロック締め落とす。
今度は逆に秋山が志賀を締め落とす。さあ小橋は、小橋は場外、時間の問題だ。小橋勝った。30分経過しました。けさぐりだ。さあそして背後から秋山だ。一人で二人を相手にしている。トラスキック、あー回し蹴り、側頭部からヒット。小橋が先頭、不能、あー飛び膝決める。王者が決める。エクスプロイダー飛ばした、丸め込んだ、取れるか、あと1秒、ラリアット。さあ秋山と志賀だ、垂直落下、厳しい角度、これを返せるか、返します、返しました、返すのです。志賀が鍵を握っています。これはあまりにもつらい、変形リストクラッチ、垂直落下、頸椎が壊れたぞ。あまりにも冷たく厳しいスリーカウントを聞きました。志賀健太郎、初めての GAC タイトル挑戦、秋山の群門に下りました。初防衛に成功しました秋山純、斉藤明俊美です。おめでとうございます。名古屋のファン大満足。志賀、ほら立て。